ヘイ六助です。僕が早稲田高校生の時に大隈講堂で初めてのクラシックのコンサートに出かけまして、ワルソーコンチェルト、これに感動しました。弾いていたのが中村八大さん。僕はそこで初めて八大さんをこの肉眼で見ました。その次に見たのがビッグフォーです。ジョージ川口、松本秀彦、小野満、そして中村八大。当時も飛ぶ鳥を落とす勢いというか大変な人気でした。もう飛ぶ鳥の方が自分から落っこってくるぐらいな人気でした。司会をしているのがトニー・タニ、ロイ・ジェームス、そんな感じで彼らは移動するときに、あの時代にですよ、進駐軍のヘリコプターで移動したほど、そんな人気のあるバンドでした。僕はもちろんクラシックの八大さんからジャズの八大さんへ、もう憧れるだけではなくて尊敬してビッグフォーを追いかけました。その時代ですけども、早稲田に入ってから2人の名前が並んだことがあります。永六輔、中村八大、早稲田大学の文学部のですね、掲示板に並んだんですね。ただ並んだんじゃないんです、上の方に右の者月謝未納につきというのが書いてありまして、で八大さんは当然忙しくって払いに来られない、僕はお金がなくて払えなかったという、そんな時代でした。でも放送台本書き始めておりまして、中村八大さんに初めて声をかけられたのが有楽町の今のあのマリオンですか、日劇の前、放送台本書いてるんだってねって言われて、もう憧れの人に声かけられるんですから、もう緊張しました。だ君作詞もできるよねって、作詞はしたことがありません。いや君なら絶対できる。いえできないです、まあ、怖いですからね、できないですって言ってたんですが、やってやれないことはないんだからやりなさいということで八大さんの家へ連れてかれました。そこでたくさん書いた詩の中に黒い花びら、これがもう30年以上前になりますね、第1回目のレコード大賞ということになりました。第1回目のレコード大賞ということのきっかけだったんでしょうか、 NHK の末森プロデューサーから、構成と音楽ということで午後のおしゃべりという番組が始まります。この番組が夜に移って夢で会いましょうという番組になるわけですね、懐かしい番組です。若い人がたくさん集まってきました。若かった渥美清さん、若かった黒柳徹子さん、坂本澄子さん、竜空エッセス、そして幼かったと言った方が似合う坂本九、そしてこんばんは、いろんな方がいらした中で黒柳徹子さんなんですけど、僕と同じように八大さんに憧れてました。その憧れを通り過ぎていたんでしょうか、ちょっと真面目にですね、八大さんと結婚したいっていう、そんな気になったんでしょうね、八大さんのところに行って、もし八大さんのお嫁さんになったら毎晩私の枕元でピアノ弾いてくれるって聞いたんですね。当然八大さんの言葉はそんなバカバカしいことができるかということで、この話はそれっきりになってしまいました。でもそんな若い仲間が集まったスタジオでした。八大さんは音楽を全部自分で作って、そしていつもその真ん中でピアノを弾いていてくださいました。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら Shira 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 shて歩こうという詩を書いた時に、自分でもちょっとこれ面白い歌になるかなと、そういう予感はありました。
そして中村八大さんの曲がついてきた時にもうブルッとしましたね。つまりなんて素敵な曲なんだろう、なんて明るくて分かりやすくてちょっとおセンチで、これはいけるぞと思った時に僕の気持ちの中にはこの歌を歌うのは日本語の綺麗な人、とてもあったかく歌う人ということでした。でも歌手を決める権限は先輩中村八大さんの方にあります。八大さんはすでに歌手を決めてました、カーニバル、ウエスタンカーニバルですね。でロカビリーの新人坂本九という少年を連れてきました。僕は違うんじゃないかなと思いましたけれども、まあそこは先輩ですから黙ってました。で黙ってたんですが黙っていられなくなりました。なぜかと言いますと坂本九が上を向いて歩こうを歌った時に僕には上を向いて歩こうとは聞こえてこなかったんです。上ほむふいてあはるこうほうほうほう、僕はほうほうほうなんて書いた覚えがない。僕は坂本九を呼びつけました。お前なんて歌い方するんだ、どこにほうほうほうって書いてあるんだ、これは上を向いて歩こうって日本語で歌えたんですが、八大さんがいいじゃないかいいじゃないかということで、ついにその歌はほう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 のまんまで流れていきました。番組が始まってあっという間に日本中で流行りだして、あっという間に世界のヒットソングになりました。お前が歌ったらダメになったと言った私はもう立つ瀬がないというか立場がないというか、こういう時はまあどんなにヒットしても俺は許さない、日本語をきちんと歌わなかったお前を許さないっていうか、あるいは僕がまあ実際にそうやったんですが、私が言ったようにほうほうほうっていいないいなって言いながら煮えくり返る思いなんですが、よかったなほうほうほういいこれはなどと言ってたんですね。当然坂本九は半分傷ついておりまして、僕が怒ってることは知ってましたから、敵も作戦を考えたんですね。お礼に私ではありません、私の母が A さんにご馳走したいと言っておりますの で僕の方もお前じゃやだけどお母さんならしょうがない、坂本九の家へ行きました。まあ盛り塩がしてあるんですね。ガラッと開くと長い鉢、そして三味線がトントントンと提灯があると、そういう本当にあ日本に帰ってきたというような家でありまして、そこでお母さんがおっしゃったんです。九は三味線で育てました、羽歌清元小歌堂ドイツ何でもやらせました、でもまあ中学生になったらギターを持ってロカビリーとやらやかましいもの、そうおっしゃった時に僕はええそうだ気がつきました。ほうほうほうっていうのはロカビリーでも何でもないんですね。つまり日本の歌い方なんですね。うへほうをうふいてえ歩こうよって感じで、これは僕はびっくりしましたね。びっくりすると同時にそのことを見抜いていた八大さんの凄さということにさらにびっくりしました。つまりほうほうほうというエキゾチックな歌い方で世界の人たちがですねふっと耳を傾けたんですね。つまりロカビリーの歌い方だったらば坂本九はまあプレスリーの二番煎じということになるでしょうけれども、坂本九の歌い方の中に日本の伝統音楽が潜んでいるということをちゃんと見抜いていた中村八大さん、僕は八大さんを怖いと思いました。